もしもし？そう、全体的なデザインはもうざっくりしたやつはもう俺が絵で描いて送るから、うん。そう、そんな感じで、はい、お願いします。うん。おーい、お願いします。失礼します。皆さん、こんにちは。ホスケです。なんかこれ久しぶりな気がするね。最近ちょっと中二病ライクでやってたからね。ということで、今回はね、ホースケからのお知らせの回です。まあ、タイトル見てね、わかる通り、もう、ようやくホースケのロゴができました。イエイ！前からね、もうロゴがすごい欲しかったんですよ、自分の。で、ざっくりとしたイメージはもうあったんですけど、こう、僕ね、もう才能がないんですよ、才能が。もう絵とかのね、センスがそもそもないし、あともう、こう画像のソフトとかもね、まあ別に使えるわけじゃないんで、まあしばらく保留になってた部分があったんですけど、まあこの度ね、もうちょっと前の動画でもやったと思うんですけど、こうロンがね、ついに MacBook Pro を買いまして。ハロウィン最高。バレちゃう。これは！バカ野郎、バカ野郎。俺の動画で使えるじゃねえか。もうやつもね、ウェブデザイナー志望ってことで、こういろいろ頑張ってて、スペックの高い PC と強力なソフトを今あいつが持ってるんで、試しに作ってくれないかってことでね、ちょっと僕のね、ロゴのざっくりとしたデザインを送って作らせたっていう。もう本当にありがとうございます。そんなこんなでもう僕のね、ざっくりしたデザインを彼がこうきっちり形にしてくれたデザインがこちら。どうですか、こちらのデザイン。いい。とてもいいと思う、個人的に。まあね、僕がもうここ、こうして、こうして、ってもうちょこちょこ変えて作ってもらった感じなんで、まあね、若干微妙なところがあるとしたら、もうそれはもう完全にホームスケのね、センスのなさです。ということでね、もうこれからはもうこのロゴをどんどんプッシュしていきたいなと思っております。まあロゴもできてね、もうすげえテンションも上がってきたっていうところで、これから先に動画の方もね、もっといいものを作っていきたいなと思いますので、応援の方もどうかよろしくお願いします。ということで、もう本当にね、今回はもうざっくりとロゴができたよっていう報告の動画でした。ちょっと早いけど、今回はこの辺りで失礼するぜ。次の動画でまたお会いしましょう。アディオス、アミゴ。まあ、こんだけで終わっちゃうとちょっとね、寂しいかなって気もしますんで、ちょっとだけ歌を歌います。走る雲の影を飛び越えるわ。夏の匂いを追いかけて。